はい、どうもお疲れ様です。何でも AI 時代でございます。今回はですね、 AI で音楽を作ってもらう、こんなねサイトを発見しましたので使っていただきたいと思います。こういうふうにね、サウンドローっていうサイトなんですけども、会員登録って書いてますけども、実は会員登録しなくてもいいんですよね。無料で作ってみるっていうところをダイレクトにクリックしても、 AI が著作権フリーの音楽を作ってくれます。これすごく使いやすいんですよ。作曲するだったかな、これを押してみますね。まあそうするとこういう風な画面になりますよね。その中でも、まあハッピーでいきましょうか。ハッピーをクリックして、はい、変わりますかね。こういう風な画面になります。ちょっとね AI が今ね動いてますからね、待ってくださいね。やっぱできるだけ編集なしでリアルタイムでお届けしたいですからね。でその中で、例えばもうできたんですよね。もうできましたけども、一応ね、長さここにね、ジャンルとかムードとかテーマとか長さとかテンポとか楽器を指定するところがあります。例えば楽器を指定するときに、今全部の楽器にチェックマークがついてますけれども、ピアノとアコースティックギター、それからこのぐらいにしときましょうか。ボイス、この3つの楽器で作りましょうか。で、長さはまあ15秒でやっていきましょうか。ジングルみたいな感じでね、はい、15秒、まあ30秒にしましょうか。30秒ね、迷いながら作っております。はい、30秒でもう曲がねできました。何曲できるかっていうと、同時にですね、これだけの曲ができてるわけですよ。15曲。とりあえず一番上の曲をかけてみますよ。はい、じゃあ再生。まずはローテンポで始まって、ローテンポで2つ目で、ベリーハイに入っていきます。で次もベリーハイで、最後まとまっていくという30秒。どうですか、なんかドライブ動画のバックにこういうのつけてみたらどうですかね。著作権フリーです。もう終わります。はい、終わりましたね。作曲しましたよ。これが私の曲です。2曲目、全く違う感じで作られますね。ローで始まってミディアムで、でベリーハイで最後まとまっていくという感じですね。ちなみに曲の演奏中にこれを変えることもできます。ローにしますよ。ローになりましたね。すごいでしょ。ログインせずにこれできますからね。何曲でも曲ができますよ。でムードを変えてみて、アングリーね、アングリーにしたらちょっとね怒ったような感じの曲になるかなと思います。でハッピーはちょっと削っておきましょう。さあどんな曲になるでしょうか。アングリーなんで、ちょっと楽器もね、ギターとかにしときましょうか。ボイスではなくって、エレキギターで、で、ストリングスを使いましょう。あと、ブラスを使ってもいいかもしれないですね。これでどうでしょうか。再生してみましょう。あんまり怒ってなさそうですね。あ、でもちょっと怪しい雰囲気しますよね、さっきと違って。テンポが上がってきます。ベリーハイがクライマックス。おお、なんか内なる秘めた怒りみたいな感じですか。テンポがもうちょっと激しければいいのかな。テンポをファーストにしてみましょうか。で再度曲を作ってもらいます。はい、じゃあ1曲目、ベリーハイにしましょうか。最初から、あ、いいですねこれがね。まあこんなところですかね。はい、まあもう早く曲作りたくてうずうずしてるんじゃないですか。今日からあなたも作曲家でございます。おめでとうございます。じゃあサウンドロー使ってみてください。動画概要欄に URL を残しておきます。